ではスターティングラインナップ、まずはホーム金沢です。ゴールキーパー今日は後藤です。ディフェンダー松田、庄司、西尾、渡辺、ボランチには大橋と藤村、サイドハーフ右に島田、左に大谷、そしてツートップ丹羽とセヌバです。そして一方の栃木 SC、 ゴールキーパー川田、そしてディフェンダー右から吉田、柳、小野寺、母屋、ボランチには前節西矢が途中で交代になりましたが、今日は上田と松本がスターティングメンバーです。サイドハーフ松岡、森、そしてツートップ矢野とジュニーニョとなっています。長いボールを入れてくれる中で藤村、右に託します。島田からいいオープニングゴールをバー直撃、いきなりのオープニングショット。面白いアイデアですね。リスタートからでまだ立ち上がりだったんで、キーパーもちょっと油断してるって見たのか、島田さん思い切ってやってきました。これしっかりゴール見てましたからね、キーパーもね、はい、右に展開、吉田縦を使う、矢野です。矢野には石尾がつきますが、一旦下げて再入れてくる、うん、森、サイドネット、松岡リノがつきますが、振り切ることができるか、松岡も懸命につく、いやここも食い下がりますね松岡、うん、藤村のシュートはゴールの左です。庭、向こう側大谷が走っているが、庭が打っていった、決まった、先制金沢、自ら打ち抜いた庭師恩、今シーズン4点目は嬉しい金沢の先制点。このターンからですね、ここのターン非常にうまかったですね。2人食いついても見えているので、ボールを触らず体だけのターンでかわしましたし、大谷選手のサポートも良くて、やっぱこれ相手は見なきゃいけないですよね、2人とも ね、ボールホルダーの丹羽選手と来てる大谷選手も見なきゃいけないので、ちょっと寄せきれずにね、その隙見逃さず、丹羽選手この角度から見ても面白いですよ。アウトサイド、まあトーキック気味でしたね。右に展開、このボールがコントロール、さあ直接打っていったが後藤正面です。ダイレクトで打っていきました。一旦下げて庄司、ジュニーニョが追っかけてくる、ここもチェスしていきます。さあ後半の立ち上がりですが、この位置で奪った、打ってくる、ロングシュート、後藤懸命のパンチング、最後松岡の左足でした。立ち上がりすぐのプレーなので、こういう判断というかね、面白いですよね。無回転でしたね。ジュニーニョ、低いボール、セカンドボールは栃木、蹴り込んでくる、惜しいところでした。奪います金沢、しかしここも激しくいく栃木、うん、島田ボールをコントロール、ここは巧みにかわしていきます。この辺りのテクニックですね。そうですね、あとはフィジカルですよね、はい、強さ、強さ発揮しましたよね今ね。松田から大谷が右に展開、中ダイレクトパスから松田、最後懸命に体を寄せていきました。これはねやっぱ一つ一つこう神経削られるというかね、金沢にとってはなりますね、集中しなきゃいけないですからね。ロングスロー、長いボール、少し見失ったか、山本のシュート、同点に追いついた栃木 SC、 途中出場の山本蓮、今シーズン初ゴール。ロングスローから狙い通りというかね、ここでスクランブル作っておいて、集まったところ空いたスペースをしっかり見逃さずね、山本選手やっぱ左足も蹴れますからね。もう練習で何回も練習しているような角度ですよね、しっかり振り抜いてますよね。やっぱりこれもここでスクランブル作ったり、こぼれ球作るために栃木でいろいろ練習でね重ねたりしてきているのでね、その辺の狙い通りの。さあ間もなくほとんど時間がなくなってくる、
さあゴール前、打ってくる、枠の左、最後の最後、五十嵐のシュート、わずかに枠の左、そしてここで試合終了のホイッスル。明治安田生命 J2 リーグ第10節ゼーゲン金沢対栃木 SC1 対1ドローに終わりました。